それでは新型コロナ関連のニュースをまとめてお伝えします。今日国内で新たに確認された感染者数は707人でした。700人を超えたのは先月10日以来になります。そして亡くなった人の数は3人増え1650人に。重症者の数は4人減り、現在は146人となっています。給付金の偽サイトに注意が必要です。新型コロナ対策で国民全員に10万円を配った特別定額給付金の新たな案内を装ったフィッシング詐欺メールが出回っていることが分かりました。このメールは2回目の給付が決まったと嘘の情報を伝え、氏名やクレジットカード情報などを入力させる偽のサイトに誘導するものです。総務省はアクセスしないでと注意を呼びかけています。光触媒での抑制効果を発表しました。日本大学とベンチャー家電メーカーのカルテックは、光触媒に新型コロナウイルスを抑制する効果が認められたと発表しました。密閉空間にウイルスを噴霧した上で光触媒を使った空気清浄機を稼働させた実験では、20分間でウイルスが検出できないレベルにまで減少したとしています。ただ実際に使用した場合の効果を証明したものではないと説明しています。従業員と接触せず買い物ができます。紀伊国屋は明日、無人決済システムを導入した小型スーパーを都内にオープンします。店内のカメラで客や商品の動きを把握し、自動で金額を表示します。客は従業員と接触しなくて済み、レジに並ぶ手間も省けるとしています。接触するっていうことをちょっと避けられる。お客様も少しずつ出てきていらっしゃいますので、安心してお買い求めいただけるようなお店なのかなという。その他ご覧のようなニュースが入ってきています。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますと、テレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。